はい、というわけで今日もやってきました。今日はね、大阪駅にやってきたんですけども、ちょっとね、珍しい列車がね現れるということで、今日ちょっとね撮影してみようかなと思います。前からね気になっていたものが止まるということで、今21時49分でございます。時刻表ここには載ってません。この上に10番乗り場、京都線になんか止まるとか言うてました。銀河都駅止まり、何時ぐらいに止まるかは、まあ、乗ってないんですけど、この新体なんか22時2分ぐらいに止まるって聞きました。これではないですね。
というわけで一瞬でしたけど、だいたい10分ぐらい便が止まってたんですけど、まあ、なんかすごいまたブルートレインとはまた違うようなね空間が中にあるような感じでした。すごいシンプルなんですけど、なんかなんだろう、なんか本当に旅する列車みたいな感じでございました。僕もねあんまし詳しくはないんですけど、ツイッター見る限りねなんか結構盛り上がってるなっていう感じなので、またねあの落ち着いたら乗ってみたいなと思います。予想以上にね写真撮ってる人も多かったんで、ね、まあそれほどすごいものだということなのかなと思います。ありがとうございました。このチャンネルがいいと思います。